写真拡大極楽とんぼの加藤浩次が29日、日本テレビ系スッキリで、京都市がお笑いコンビ、ミキに京都国際映画祭の PR 事業の一環で市の施策をツイッターで発信してもらった際に井桁 PR がなかったことに言及、ミキがやったようになってるけどかわいそう。過ぎると後輩コンビに同情した。番組では京都市がミキに対し京都国際映画祭ヤシの施策の周知を目的にツイッター投稿を依頼する契約を吉本と結び、4ツイートで計100万円が支払われたことについて特集。ミキのツイッターには井桁 PR がついてなかったことから、ステルスマーケティングの可能性も指摘されている。編集者の箕輪康介氏は、支払われた金額は妥当とした上で井桁 PR がついていないと小だけじゃないですか、本当の問題はというと、加藤はじゃあ井桁 PR つけてるだけ、そう考えるとミキがかわいそう、かわいそうかギルと驚き、そしてミキがやったようになってるけど、吉本興業から依頼された仕事で、しょ、吉本のマネジャーな石が、この仕事をツイートしてくださいと言った時に、井桁 PR 忘れないでください、PR ですからと会社が言うべきじゃないか。ミキに仕事をやらせてるんだからと、会社側がしっかり管理するべきだったと主張。そしてそれだとミキはかわいそうすぎる。何も悪くない、二人はと同情した。ミキと同じ事務所のハリセンボン近藤春菜は、絶対ミキは一人50万円もらってないと思う。ミキと契約してるわけじゃない。吉本と契約してるからとコメント。加藤もミキが悪い商売してるみたいになってるけど、全然違うと訴えたが、ロバート、キ・ヤンベル氏は自分でツイッター、個人でやってる以上、プロフェッショナルとして何をやってるか36度、見る責任はあると、ミキにも注意をこびかけていた。